鳥居大田神社は、京都府京都市北区上賀茂本山にある神社。式内社で、現在は、鴨明一の神社の境外接者。古くは、御多社とも、上茂神社の東約500メートルの地に鎮座する。祭神は次の一柱。鴨における最古の神社と伝わることから、長寿の信仰がある。創建は不詳。 鴨モア主が当地に移住する以前から先住民によって祀られたと言われるが明らかではない。延長5年成立の演技式新名帳では山城国ア後郡に大田神社と記載され、式内社に列している。本殿本殿、拝殿とも寛永5年の造体。本殿は一軒舎流れ作りで屋根は日和だぶき。拝殿は割拝殿という古い形式で、 屋根は本殿と同じく日和田武家である。シャムキでは天寿3年3月に大田タ殿転倒すと見えており、それ以前の造営と見られる。蛇の枕取り前に架かる石橋右側下の水面から小さな石が顔を覗かせている。この石は蛇の枕、またはウイシと呼ばれ、蛇が枕にしていたと伝える。蛇は雨を降らせる生き物とされ、この蛇がいる。 枕の元に行けば、雨声ができると考えられた。儀礼は、この枕石を農具などで叩いて行われる。こうすることで、枕を叩かれた蛇が起こって、雨を降らせるという。上記4社は、いずれも上賀茂神社においても境外抹茶に位置づけられている。大田の沢の柿椿沸群な山道の脇の大田の沢では、約2000平方メートルの敷地に、 柿つばた約2万5千株が自生しており、大田の沢の柿つばた群落と呼ばれる。この大田の沢は平安時代からの名所とされ、尾形光輪の柿つばた図のモチーフになったとの言い伝えもある。毎年5月上旬から中旬にかけての開花時に、沢一面に濃淡様々な紫色の花をつけ、多くの観光客の目を楽しませる。大田の沢は、 古代にロが池と同様に沼地であったと言われ、かつて、京都盆地が湖であった頃の面影を残すもので、あるとして、柿椿群落と共に、昭和14年に、文治6年には、潜在和歌集の弊社で著名な藤原春勢が、紫一色に染まる様子を一途な恋心に例えて、次の歌を読んでいる。神山や大田の沢の柿椿深北のみは色に、見ゆらむ歌の大意。 新山の近くにある、大田神社の柿翼に、深くお願いする色ごとは、柿翼の色のように一途で美しく可憐なのだろうか。藤原春世雨乞いの時、大田の池の水を入れ替えれば、雨が降り、長雨の時、神久寺の池の水を入れ替えれば、雨が止むと伝えられていた。漢寿、万寿になぞらえられ、大田の池は、万地、神久寺の池は、漢地と呼ばれた。 かつて、池には八大竜王が祀られ、八池、一のうちの一つに数えられていた。境内広報には、大田の象景と呼ばれる、全長約750メートルの散策路が伸びる。この散策路は、平成17年に、地域住民で構成する、上賀茂自治連合会、上賀茂町づくり委員会らによって整備されたものである。神社背後の小山に、 三舗装ながら整備された参道が続いている。散策路の両脇にはロープが張られているほか、途中の数箇所に標識が設けられ、迷うことなく散策できる。北王子路三次が愛したという山筒子が出迎える、参道を進むと、展望箇所が設けられており、高天寺には、京都タワーや伏見桃山城を遠望できる。杉林を抜けて散策路を進むことで、岡本口に至る。 太田の象形の案内板は、太田神社側、上鴨神社宮司、岡本口側は、京都式宅長による記号である。ありがとうございます。